はい、こんにちは、平瀬です。皆さんお元気ですか？今日は久々にグラブ修理の動画をアップしますけど、今日は皆さんが知りたいかなと思うようなグラブの構造、親指芯、小指芯どうなってるのっていうところをね、お見せできたらなというふうに思うわけでございます。修理はね、私の仕事ですからね。どうぞ。はい、それではやっていきましょうか。今回はこの芯、親指芯と小指芯に細工するんですけど、お客さんのご希望で、ヒールレースとパームレース、手口紐と芯閉じ紐、それから芯閉じ紐も親指の芯閉じ紐、小指の芯閉じ紐外しましたんで、これからずるずるっとね、パッド芯をね出していきます。まずは親指芯からね。このスリループレースで、止めてあるんですけど、それを外せばズコッと抜けます。ここね、ジュリ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 、ほらこんな感じです。でこう入って、グラブの骨格をなしてるわけですね。これが親指芯。まあグラブや内野手外野手によってもね全然違いますけれども、じゃあ小指芯いきましょうか。小指芯もほらこんな感じで入ってます。ここギリギリまで入ってますね。はい、外さないと。ロックを外してジュリ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 。こちらは普通スリーループですけど、外野手用で長いのでフォーループになってますけど、これで止まってますね。はい、という感じでございます。ちょっと小指芯は短いですね。だからこういう風になってるって格好ですけど、じゃあこの芯ですね。なるほど。芯ですけど、どうなってるかっていうと、大概こう、まあ違う硬さの素材を合わせてる場合が多いんですが、これもちょこっと違うのかな。こういう感じ、こういう感じでね。これちょっと外していきます。よいしょ。そうするとね、中の構造が分かるので、これちょっと外す、今回は修理なんですけどね。中には大概こういうね硬い芯材が入ってます。まあ、これが折れたりするとね、交換が必要なわけですけど、まあ、そこまで使うかどうかっていう問題がありますけどね。うん、こういう感じか。小指芯はどうかな。
はい、小指紙も同様ですね。こういう硬い芯が、まあ、フレキシブルにね曲がりますけれども、硬めの芯が入ってるわけですね。はい、まあ、そういったことで、今入ってません芯がね。グラブの構造、今日は親指芯小指芯どうなってるのっていうことでございました。はい、どうでしたか。まあ、自分でおやりになることはないかとは思うんですけど、いや、まあ、やる人もいますけどね、参考になればと思いました。これオーダーなんでね、見てきます。ビューリーグのオーダーですね。それでは皆さん、さようなら。